なあなあ、もっとこっち、こっち来て。違う。隣じゃのうて、こっち。俺の足の間、座って。で、ぎゅーってさせて。はい、ぎゅー。えい。重かった？ごめん、冗談。うわ、やっぱり映画館より家で DVD 派だな。気楽だし、安いでいっぱい見れるし、それにお前に触れる。ん？いいがね。ちょっとだけ。ちょっとだけだで。だってお前、柔らけやし。それに、なんかいい匂いするし。ごめん、ごめんって。はい。映画ですね。見ます。おとなしゅうしてます。はあ、つまんにゃい。つまらん。はあ、あ、はん、びっくりした？邪魔はせんて。俺のことは無視して、お前は映画見てていいがね。邪魔じゃにゃーだろ。お前が無視すればいいだけの話だがね。お前が耳に舌突っ込まれてあえで舞うでなら、エッチな子じゃなけりゃ全然邪魔にならんはずだろ。その声すっごい可愛いけど、ちょっと我慢な。なんでって、下の階に家族いるで。それだで。今日は声我慢して、声我慢したまま最後までしよう。